マーティ・フリードマンから言いましょう。ミスターマーティ・フリードマン。マーティさんは、ではあちらのお席に、待ってください。続きましてこちらの映画の監督、実は今回が初来日になるそうです。ミスタージェシー・ベイレー。改めてご紹介します、マーティ・フリードマンさんです。これは何も出てこないんです。いいですか。よろしくお願いいたします。楽しみましょう。よろしくお願いします。そしてジェシー・ビレ監督です。ありがとうございます。はい、隣にいらっしゃるのが通訳のマサさんです。今日はよろしくお願いいたします。はい、まあいろいろぐっちゃぐちゃのトークを楽しみたいとは思っているんですが、でも最初にやっぱり一番基本的なところを押さえておきたいなと思いまして、まず監督ご自身がこの映画を制作することになった経緯とか、そういったところを簡単にご説明いただければと思います。So I've been a guitar player since I was like 12. 12歳の頃からギターを始めまして。And I had a guitar teacher who kind of got me, you know, gave me CDs of Jason and Marty and Cacophony. それでギターの先生についたんですけど、その先生がジェイソンだったりマーティさんだったりの CD を聴けということでいただきました。And so I really fell in love with their music and Perpetual Burn in particular really kind of touched me. そのスタイル、そのマーティさんとかジェイソンさんのスタイルにすごくこう魅了されました。Because it was, you know, I learned it was made and recorded by like a 17-year-old kid. Come again?Because it was made by, he was only 17, yeah. ジェイソンさんが17歳だった頃に作ったという CD だったので、すごく驚きました。And it wasn't so much the how technically good he was, which was amazing, but it was the kind of music that he was writing for a 17-year-old was just kind of blew me away. テクニックだけでなく、その17歳の少年がこういうスタイルで作ってるという、その音楽性にもすごく驚きました。And then when I heard about his story and you know with ALS and how he didn't give up and then with perspective, it just kind of blew me away. そのいわゆる彼のこうその音楽性を通してその見てる見つめてる姿勢であったりとか、そういうものにすごく姿勢にすごく感銘を受けました。And so I got in touch with him when I was like 19, when I was in film school, and I spoke to him on the phone and said how much I wanted to make a film about him.で19歳の頃大学に入りまして、でジェイソンさんに、コンタクトを取って、ですごくジェイソンさんの映画を作りたいということを訴えたらしいんですね。And he got real excited about it, and I got real excited about it. で彼も自分もすごくエキサイトをしました。And then I hung up the phone and I got really scared because I didn't know how to make a film, especially a film as big as Jason.で電話を切った後に自分が「あなんてことをやっちゃったんだ」って、自分は映画を作ることも知らないのにこんなこと言って始めちゃったぞと。So, I, you know, it never happened. But then 10 years later, when I had more experience, I then got back in touch with them and asked them again if we could do it. でそれから10年後にもっといろいろな経験を積んで、でさらにもう一回アプローチしたそうです。And fortunately he said yes. And so we got to making the film.で承諾を受けました。構想10年ですよ皆さん。ちょっと拍手じゃないですか。Oh, well, it's, you know, it's amazing, obviously, because Marty, and Jason are brothers. And, すごく驚いてるのは、やはりマーティさんとジェイソンさんがもう兄弟のような関係性だったので。And it was really important, you know, for me to, not just for Marty, but for everyone, because everyone loves Jason, and Jason's got so many wonderful friends and family. It was a lot of pressure to make a film that wasn't going to live up to the story. すごく一番重要に感じてたのは、マーティさんだけにでなく、ジェイソンさんの家族であったり、友達であったり、皆さんにとって、満足できるようなものが作れるかどうかっていうのは、すごくプレッシャーかかっていました。So to make a film that wasn't
that wasn't tragic and but was sad because it is a sad story, but it's also an inspiring story. So finding that balance was a challenge.あのあとチャレンジだったのはこの映画がやはりそのかわいそうな話ではあるんですけど、そのかわいそうなものの以上にもっとすごく魅力のあるストーリーでもあるので、そのバランスをこう測っていくのが非常に難しかったと言ってます。 But being around Jason and his family, you sense both of those kind of things, and you just kind of soak up that energy and try to put it on to the screen. で実際にあのジェイソンさんの家族と一緒に時間をこう過ごして、ジェイソンさんとも過ごしたら、あのすごくそのやはり自分がやもう一生懸命やらなくちゃいけないんだなっていう気持ちにすごくなったそうです。まああのみんな映画作ってる人たちはある程度興味持ってるんじゃないですか。でもやっぱりなんかあのもしかしてそのギタリストの気持ちからも入ってると思いますね。だからこの話はもう音楽家じゃなくても絶対尊敬すると思いますけど、やっぱりギタリストがジェイソンを見てどんだけすごい人と、なんか自分の経験で分かるんですよ。え、僕はその演奏一生できないじゃんという特別の尊敬があるので、ちょっともうワンランク上のプラスアルファの尊敬が入ってるんですよ。あの監督の、まあ、映画の関係はあるなんですけど、ギタリストとしてどんだけすごい人って分かってるんですよ。だからどんな監督でもこの話見たら面白いと思うんですけど、でもその もっと深いところはどんだけすごいギタリストでもそれは 見逃しちゃダメですね。そういう意味では監督はあのそもそもがギターキッズだったわけですから、うん、そういうところでポイントが最初からずれてなかったわけですね、うんうん、それ嬉しいですね、うん、だから本当にあのこういった音楽に精通している方だっていうのは僕自身もちょっと意外だったんですけどね。Thank you. 今でもこういった音楽を好きなんですか？ Oh, yeah, absolutely. I mean, I was really into, you know, guitar players and you know, guys like Joe Satriani and Steve Vai. ジョー・サトリアニさんとかスティーブ・バイさんに本当にすごくあの魅了されてましたし、マーティン・フィールドマンさんじゃないんですか？いや、そこねえ、ねえ、ほら、ジョン・レノン、but guitar player。テレちゃんは、テレちゃんはね、本当にちょっと赤いですよ。ちょっと大げさだよこれは。でもマーティンさんだからこそカコフォニーはすごくユニークなものだったわけですよね。ユニークはユニークなんですけど、これは日本だからちょっとなんかあの個人的な話をシェアしたいと思います。ジェイソンはいくらジェイソンなんだけど、その頃僕はいろん なんか日本の音楽を聴き始めたというか、結構聴きまくってたんですよ。僕はなんかあの普通のカセットテープで都はるみさんのカセットを聴きながら、ジェイソンは何これ面白いじゃんって言って、じゃあ紹介したら2人であのギターを持って都はるみさんのカセット聴きながらギターを弾きまくってて、ギターフレーズパクったりボーカルのフレーズパクったり、その風景今の頭の中に、まさか今の日本に来てこの素敵な人たちの前にこの話するも本当になんか不思議な世界ですよね。そうですね。それあのバーンにもヤングギターにも乗らなかった写真ですから、素敵ですからね。素敵ですよね。そうでしょう。だからジェイソンってなんか初来日でジェイソンの心の中非常に大事な存在ですよね。だからあのなんていうかな、あのもちろんジェイソンは何回も日本に来たかったんですけど、僕は今でもしょっちゅうジェイソンとやり取りしてるから、いつも日本どうですか、日本の何やってますかとか、日本の事情どうですかって、すごく日本を大事してる人だと思いますから、彼はこの状況絶対なんかこれ終わった瞬間にリポートするから絶対嬉しいので、皆さんありがとうございます。とても嬉しいです。I had a message from Jason on G-Bell. ジェイソンさんからメッセージがあるんで、ちょっと今それを読み上げます。And he says, please tell them that some of the best times of my life were spent in Japan. あの皆さんにあのどうか伝えてほしいのは、僕があの日本であの過ごした時間がすごく素晴らしい時間でした。And I love them for taking in my brother Marty with open arms. and I love them for taking in my brother Marty with open arms. あのそしてあのマーティーさんをあの受け入れてくれている日本人の皆さんにとてもお礼が言いたいと言います。And I wish I could be there with you all.
あのここに今夜本当に入れたかったです。もう一個言っていいですか。あの日本初来日でしたけど、僕ら全然 お酒飲まない人たちでしたよ。でもなぜか日本に来たらスタッフに飲ませられた毎日。超飲ませられた。バンドのどれでもなんかお酒強くないのに、うん、毎晩なんか飲みまくって、飲みまくって。いや、そうですね。当時はだからとにかく外国のアーティストが来たら酒酒酒で OK だっていうことになってるわけでしょうね。そうですよ。だから僕らは日本に来てから、はい、あ飲まなきゃ失礼ってすごい心配してたから飲みまくったんですよ。だからそれのせいであまり記憶が残ってないです。ごめんなさい。Yeah, I mean, I feel great. This is amazing. Thank you so much for coming and supporting the film and supporting Jason. Thank you so much. あのもちろんです。本当に皆さん来てくださってありがとうございます。そしてちょっともう少し監督ご自身のことについてご紹介しておくと、実はそのテレビ関係のプロデュースとか、あとまあドキュメンタリー関係を主にこれまで手掛けてらしたわけですけど、実は映画としては今回が初の作品なんですよね。Yes, this is my first feature-length film. あの長編映画は初めてです。はい。今後はどういった活動をしていかれるつもりなんでしょうか。Oh yeah. So when you make a film like this, that's been a 15-year-long dream, it's really hard to find something that can inspire you as much as this. あのこれぐらい15年をかけて作ったような映画を作った後は、やはりこれと同等のようなそういう何かこうインスピレーションを受けるようなものを探すのは大変です。So just trying to find another story that inspires me as much has been very, very difficult. まあ同じぐらいのレベルのものを探すのは非常に大変です。But I think I'm onto something. It's nowhere near as good as Jason's, but you know, I think I'm onto something now.今ちょっと言えないようなんですけど、何か次のプロジェクトは何かこう思い当たるものがあるらしいです。ですのであの映画ファンの皆様にはぜひあのジェシー・ビレトの名前もぜひ覚えておいていただきたいなと思います。マーティーさんは今後どんな活動予定が控えてるんですか。そうですね、あの僕はあの今年なんか発売したアルバムインフェルノなんですけど、ジェイソンと一曲コラボしました。あのそのコラボはあの過去船の時代から今までの初めてのちゃんとしたというかフルコラボって感じですから、あの実は映画の中に、まあバレしちゃダメだよ、でもバレさないで、とにかくコラボが入ってます。で、あのまああの僕はいろんなところにあのライブツアーとかやったりして、あのラウドパークやったばっかりで、あのソロライブいっぱいやってて、あの来月イギリスであのアーチエネミーと一緒にあのツアーやりますし、その後南米にいて、その後アメリカにいて、いろいろあのやりながら、あの実は日本が一番メインですよ。それは、ま、あの忘れてほしくないなんですけど、でもこのインフェルノというアルバムって全世界ツアーとかいろんなところ行くつもりですから、あのやっぱりなんか日本に戻るときにいっぱい面白い話を持ち帰りたいと思います。そうですね、それはぜひぜひ楽しみにしていたいと思います。楽しみにしてます。やっぱり一つすごく大事なところで、はい、あの ALS の問題があります。あのまだまだあの認知があのされきってないというか、理解されきっていない病気でもありますけども、この映画の公開をきっかけにその認知がさらに広がればいいなと思うんですが、この辺に関してもマーティーさん一言いただけますか。そうですね、あの ALS ってどんだけあの深刻の状態になるか、もうさっぱり普通の一般人も知らないと思いますね。僕も知らなかった、ジェイソンも知らなかったんで、本当になんかあのもう言葉がないほど大変な状況ですから、まだあの治療がないらしいなんですけど、でもあのその ALS にかかってる人たちなんかそれぞれ の, あの状況になってるなんですけど、ジェイソンってジェイソンの魂で、まあ、英語で映画で見るなんですけど、ある意味で勝ってるんですよ、あの ALS っていうなんかあの、まあ、勝つものじゃないなんですけど、とてもなんかあのその病気に負けてない魂が伝わってきますね。だからこのぐらいに続けてほしい、あの治療を派遣するまでにこのぐらいに続けていただけると、万が一もう一回立ってギターを弾くとか、もう一回普通の
ジェイソンに戻ってほしい。でも悲しくなってほしくないですよ。なんかあのジェイソンはこのままでもしかしてギタリストとしてこの映画とかこのストーリーがあるからさらにインスパイアになる人になるので、それは非常に嬉しいことですから、なんかあのみんななんか嬉しい気持ちを持ちながら見てほしいですね。要するにこの映画が彼のカムバックのイントロダクションになれば一番いいわけですもんね。そうですね。Yeah, I mean, it is, I guess I learned about ALS when I was quite young because I knew about Jason's story. And also in the States it's called Lou Gehrig's disease because of the famous baseball player Lou Gehrig who kind of made itA known disease. あの小さい頃からジェイソンさんのことを知っていたので、この ALS を知っていたんですけど、でもちろんあとあのルーゲリック病ともアメリカでは言われていて、その有名なベースボールプレーヤーものことでも知っていました。 And also I knew about Stephen Hawking and so I kind of knew what it did、and I mean it's you can't really think of a worse diseseThan that. I mean, it just traps you in your body because your mind is 100% intact. You're just literally like your body just turns into a prison. あとはホーキンスさんとかも知ってるんですけど、でもやっぱりこの病気ほどよりもひどいような悪い病気というのはないんじゃないでしょうかっていうのは、頭はしっかりしてるのに体は全く動かなくなっていく。So the basic things that we all take for granted, like brushing our teeth.Or just getting up to go to the fridge to get some water, you can't. Or just getting into bed, you can't do it on your own. 歯ブラシをしたり、冷蔵庫に行ったり、あと本当に動くことさえもできなくなってしまう恐ろしい病気です。Mm-hmm. And I mean, Jason told me something that was really kind of broke my heart a little bit. But he says the one of the things that he wishes he could do the most is just put his arms around his nieces. すごくショックを受けたのは、彼ができることというのはニースがいるんですけど、その子にこう片手をこう回すことがやっとできるぐらいしか動けないという状態です。So it's a horrible disease. And it's not very well known and it doesn't get any funding and people are just sort of given their diagnosis and kind of left on their own really. There's no really drugs or much treatment available. これだけひどい病気なのに、その支援金であったりとか、そのファンディングとかも受けることがない、あまり知られてないひどい病気です。まあ、ちょっと話が最後ちょっと深刻になってしまいましたけども、そういった病気の認知がやっぱり映画を通じて広がるといいですよね。Yeah, I mean, it's important to know, and it's important to understand, and again, it was difficult with the film to strike the right balance between ALS and music and Jason's spirit. やっぱり重要なのは、やはりこの ALS っていう病気の認知を高めるっていうことを、この映画の役割としては。それとあと、ジェイソンのその音楽と、あとこのジェイソンのその情熱を知っていただくのが一番、この映画を通して皆さんに見てもらいたい。Yeah.But don't feel like it's going to be a depressing film and you all wish you never bought a ticket because it's not. 絶対に意気消沈しないでください、この映画を見て。絶望の映画ではないですからね。ですので、これから、まさに上映が始まろうとしてますので、これ以上の説明は控えておきますが、ぜひぜひ最後までじっくりご堪能いただければ、この後じっくりご堪能いただければと思いますので、マーティ・フリードマン、そしてジェシー・ビル監督にもう一度盛大な拍手をお願いします。ではどうもありがとうございました。じっくりご覧ください。失礼いたします。